介護大学。今日は次亜塩素酸ナトリウムの説明をします。次亜塩素酸はノロウイルス、インフルエンザ、O157 の除菌に有効です。通常 200ppm に薄めて使います。水1リットルに対し 20ml を薄めます。用意するものは計量カップ、2リットルペットボトル、そしてゴム手袋をお使いください。まず原液40ml を測って、ペットボトルに入れます。この時にこぼさないように注意してください。また次の時に便利なようにここにラインを引いておくととても便利です。ここに水道水2リットルを注入します。2リットル注入したものがこちらで、こちらは24時間有効です。ご使用の際は洗面器等に入れていただいて、タオルをよく絞っていただいて、これで除菌できました。